次回行こうよ。あの毎回奇数月にあの人狼ハウス梅田店というお店の方で普段は公演をやらせてもらってまして、次回が11月の10日日曜日に、人狼ハウス梅田店の方で、朝11時と、昼14時の2回、公演をやらせていただいております。誰が出るの？あと今回で言うと、今回のいたメンバーで行くとアレックで、ハリマ、イツミ、そうですね、ゲーム監修してる、そうですね、あのカルナさんっていうゲーム監修で、今回出演はしてなかったですけど、はい、人であったりとか、あとはまあ、あの小劇場でも出演してる方、池永桃花ちゃんとか、まあ、そのあたりが出てる感じですね。はい、修行中のキャナコです。修行中のキャナコで、そうですね、キャナコちゃんも今回はトライアル枠という形で基本的にあのこっちの歌ってあの毎回奇数月にあの出るキャストを集めてやるみたいな感じで、毎回メンバーも変わるんですけど、なんでなんか基本的にキャスト探してます。はい、なんでもう興味ある人は私に来なくてねみたいな感じになるんですけど、役者さん今日の見てできるぞって思った出てるよ。できるぞこれならできるぞ。はい、人狼ハウス梅田店はいつでも人狼ゲームが遊べるお店です。はい、でしはい、たまにキャストもいますよね。そうですね、あのキャストもたまに遊びに来たりとか、あの武者修行とか来ていますので、はい、一緒にあの役者と一緒にゲームができたりとか、で私とか池永桃花とかはスタッフとしてあの働いておりますので、あのぜひ一度も遊びに来ていただければと思いますので、お願いします。あの私、梅田店の店長です。はい、店長です。旧カンテルの下に、あ、そうなんです。あの当たる辺、あの当たる辺